はい、どうも、キュウケイです。さあ、今回はね、こちらの SMG AMR9 を使っていこうかなと思います。まあ、近から中距離で敵を攻めさせたいオペレーターにとって頼れる武器と書いてあるんだけど、まあ、その名の通り、SMG の中では射程がまあ、長いですよと。ただ、その代わり、エイム速度も遅い方だし、ダッシュ後射撃速度に関しては、AR と比べても、めちゃくちゃ遅いと。まあ、本当に構えといて、中距離でレーザービームで敵ぶっ倒してあげましょう、みたいなやつね。ちなみに中距離っつっても射程16とか伸ばしても20なんで、まあ、AR には、叶わない。まあ、SMG と AR どっちつかずとも言える武器だね。まあ、毎年こういう立ち位置の武器出るけど、あんまり高い評価を受けてるイメージないんだよね。で、カスタムは、二個用意してて、片方はこんな感じで、まあ、近距離特化、みたいな感じにしてるね。このバレルが、まあ、ダッシュ後射撃速度上げつつ、レーダーに探知されないサプレッサーの効果ついてますよってのと、こいつもま、機動力上げますよ。で、弾数がね、マジで足りない。火力低いし、連射速度も低いんだけど、マジですぐ弾なくなるから、まあ、一応50ラウンドマガジンつけつつ、こいつも機動力とか、まあ、ダッシュ後射撃速度上げつつ、こいつも上げつつと、マジ、ダッシュ後射撃速度がね、ありえないんだよね。これようやく160だけど、もともとが多分280とかそんぐらいで、ありえない。で、マップによってはこっちを使おうかなと思ってて、まあ、射程を伸ばすバレルと、マズルフラッシュを抑えながら反動制御を抑えます。まあ、こいつはちょっと機動力上げつつ垂直反動を抑えれます。まあ、ストックハンドを抑えます、系のやつだね。まあ、マップによって、この2種類のカスタムを使い分けていきてーなーって感じだね。じゃ、このカスタムだと射程20メートルだから、まあ、SMG にしちゃ長い。AR にしちゃ短いぐらいのやつなんだよね。まあ、だから AR と SMG の中間の距離をうまくつけたら、ぶっ刺さるかもねーって感じだね。キルタイムが遅いのがね、一番ネックだわ。さあ、スキッドローのハードポイントということで、一応あの、切り詰めた方の、まあ、近距離専用の方の、カスタムを持ってきましたが、どうだろうね。スキッドローなんだかんだ、わりかし遠距離戦多い気がするけど、まあ、2個目の拠点とかはね、結構ロングやらないと厳しい気もするが、これ、みんな乗っちゃおう乗っちゃおう、今のうち乗ろう、ほら、早く早く、おじさんの気が変わる前に俺乗っていいか。オッケー。2人目は来る。オッケー、アサルトライフルみたいな戦い方も一応ね、射程が14あるから、できないことはねえんだよね、この状態で。そして50ラウンドマガジン、素晴らしいねー。てか、50ラウンドが素晴らしいっつうか、50ラウンドないと、まともに戦えない。オッケー、割かし、いい調子だぜ。ちょっとやばいっす。あーもう、アイアンサイトの悪いとこ出た。リロード中だ。オッケー。で、味方に。マガジンを変える。もう、ね、当たって俺の近接が当たってなんだ今の、近接が全く当たらなくてクソビビったが、いいよいいよいい感じ。こいつマジね、切り詰めてようやく、あの切り詰めてたとてリーチがね 14m あるから、 SMG にしちゃまあ長いから、普通に機動力確保しつつ射程もある SMG として使えちゃうようになっちゃったので、これ大変素晴らしいが、次の拠点が多分取りにくいので、ここら辺集中砲火しといて、俺はここで嫌がらせでもしとくか。いや、俺が嫌がらせされそう。これで次の拠点に近づいて、ナイト！なんだよお前、沈黙の復讐、名前がなんか直訳した日本語みたいななっとる。それショットガンなのかな、ショットガンっぽいね。そしてなんかもう2連続で阻まれて拠点に近づけなかったけど、味方取ってくれてるの素晴らしいですね。やべ、下いるな。なんだ？後ろから近接来たか？前のやつ登ってくんなーと思ってたら、あーこいつ最悪だ、ピッケルで音もなく殺された。これいけるかな、怖いよな。大丈夫そうか。あっ、わりかし撤収すれば他の SMG の通常のキルタイム並みには早くなるんだけど、いかんせん素のキルタイムが遅すぎるんだよな。やばいかも、やばいかも。なんかもうピッケル野郎もついてきてるし、序盤あんなに調子良かったじゃん。やっぱりあれだったな、あれすべきだった、アイアンサイトにはすべきじゃなかったかもしれん。さすがに通常のサイトはつけた方が良かったかもしれない。オッケー、 AMC 移動速度をねそこそこ高められるっていうのはマジで悪くないよな。でもアサルトライフルでもストーカーブーツつけたらね結構速くなるから、全然それで十分弾避けられるんだよな。まあただそれよりかは圧倒的に速いから、こう壁出しからこうやって見るとかのが結構やりやすいっていうのは、まあこいつだけの
強みかもね。フェムテックスを投げる。2人来てる。もうやめてよ。まあ1人相手なら上々でしょうということで。ああ、そっか、こういう時はね、あの射程の長い方が良かったなと思わんこともないが、ちょっと上が怖いのって。いや、お前さ、ショットガンで出てくんなよ。あ、俺撃たないで。ね、これ本当はちょっと見て、味方に迷惑かけてそうだけど、知ったこっちゃないと。いや、やめようか。味方にそろそろ怒られそうだ。そろそろ味方になんか怒られそうだから、怒られはしないけど、ボイチャ繋いでないからちょっとうざがられそうだから、そろそろやめとくか。次の拠点どこだっけ。次の拠点多分こっち、あそこの廃材置き場だった気もするか。上かね。えもうマジ最悪。さっきからさ、ずっともうあれだわ、あの忍者ブーツにやられまくってるわ。マジ忍者ブーツ俺もさっさと解放すればよかったな。まだあれなんだよね、デイリーチャレンジで解放だからさ、解放してねえんだよね。あの距離ねやれるんだけど、あのアイアンサイトの俺は見えないんだよね。正直言ってマジで見えない。そしてめっちゃ目の前にいたわ。もう厄介だ。いいな、俺も欲しい、その忍者ブーツ欲しい。名前忍者ブーツじゃない気がするけど、忍者ブーツ欲しい。いいな、いいな。もう狭いところで戦いましょうよ。こういうところなら打ち合いがいけるんだけど、お前名前やばいだろ普通に考えて。弾よけしながら撃てるのはいいけどさ、いかんせん敵が見えねえ。これマジでアイアンサイトはちょっとバカだったかもしんねえな。後ろからおい挟まれちゃってるよ。そしてその拠点残り10秒か。じゃあもう次の方行った方がいいな。でも次の拠点ロング気味なので私が活躍できませんわねと。これやれる距離なんだけど、いやマジでアイアンサイトミスったな。余裕で何も見えない。ちょサイトつけよう。これさすがに何も見えさすぎてサイトをつけてきたはいいが、生まれた瞬間的にぶち殺されると。残り20秒でしょ。全然行く価値はあったけど、まあ、俺の行ってどうこうできるあれじゃないので。チェン、これさ切り詰めまくってるけどさ、全然射程と反動がね戦えるわ。いいね、わりかし気に入ったかもこの武器。でもマジでキルタイムがねどうしようもなく遅いんだよな。キルタイムに関してはマジでなんか早くする術がないからさ、どうしましょうかって感じなんだよね。あいつ横出てくるかな。あー、見えててもなおやれないと。俺のお前どっから来とんじゃー。味方誰か助けて。来んな来んな、味方との友情パワーアタックだー。あのショットガン野郎に気を取られて無駄なリロードを1丁入れてしまったか。トロフィー2個目いきますよ。まず今作さ、トロフィーたまんの早くない。えっ、めっちゃ見られてた。やだー、もうあいつスケベだな。たまらんぜ。うわ最悪、今のやつ絶対やれたのに。俺のエイムがひどすぎてなければ。この距離やれちゃった。ロングショット 30m だった。ちょっと数字見えてねえや。で中に入りたいけどちょっと上が怖いから上を見とこうかと言うたところで、味方が入れたならばならばよしと。入れたならばならばよしって何言ってんだ。ならばならばって。へいっ、どこを狙って身を隠すんだ。最悪、ダッシュ後射撃速度上げてて今のやれないのはもったいない。マジそれならさ普通に射程伸ばして遠距離頑張った方が良かったじゃんねって話になっちゃうからね。最初いい調子だったのになんか負けがちょっと匂ってきたな。ただ次廃材置き場なので先に取ってしまえばわりかしいい感じにはなるのですが、まあ、敵はいなさそうと。あっぶれ、おいおいおい気が合いますねお姉さん。おっとね、今の絶対俺が出る武器じゃなかったな。万が一俺が死んでたら拠点取られちゃってたかもしんないと思うけど、味方がすり入ってたから取られちゃっても結果お題だったとも言える。回復補正、マジでクイックフィットが欲しい。
うん、接近に近づけなかった。あ、なんだこれ、最悪だ。 SAE で一掃されてしまったが、敵に取られていると。とりあえずポンポン投げて阻害して、痛い痛い痛い、引っかかった。オッケー、あぶな。いやマジ今のは機動力特化にしてたからギリ取れた。あれだな、特化にしてなかったら余裕で打ち負けていたでしょう、マジでね。あー、びっくりした。もう、うわー、味方気づいてー。味方は気づかず、そのまま多分後ろから撃たれたであろうと勝手に味方の死を悟る男。いやー、あれちょっと危ないな。マガジンを変える。いや、20何発あるんだったら全然リロードしなくてもよかったが、なんたらおじさんがおる。最近ちょっと、最近つかたまたまだろうけど、昨日今日でね、下ネタネームにねめっちゃ当たるんだけどさ。なんでキッズの夏休み春休み入っちゃった。今何月だっけ。あるとしたら冬休みか。そうか、冬休みか。だからちょっと、そう、下ネタネーム増えたんか。ちょ、俺は行くぜ、機動力特化だからな。ほいほいほい、鉄拳制裁だよお前ら。下ネタ野郎は仲間と一緒に連帯責任で鉄拳制裁じゃ。じゃ言うてこのマップ、このマッチで下ネタネーム一人しかおらんかった気がするが、結果オーライ。うわ、元のダッシュ後射撃速度294だって、えぐすぎでしょ。バッファチューブつけてようやく249か。じゃあやっぱあれだな、このグリップとバレルとバッファチューブと全部つけとかないとちょっと厳しいね、さすがに。全部つけるとようやくダッシュ射撃後速度176と。まあでも割かしこんだけ切り詰めまくってもね、射程は SMG の中じゃトップ誇りつつ、反動もねめっちゃ抑えやすいから、まあ普通にこれたちが、こいつらが出れば、まあ強えなって思った。正直こいつらが出るまで、うわ、AMR ラインこいつマジで弱えじゃんって思ってたわ。こいつらが出てから世界変わったわ。ちなみに多分こうやって切り詰めて使うぐらいやったら普通に、あの、ダブルスピッスオーモとか使った方が手っ取り早くねえ感はある。だって切るタイム遅いもん。普通にあの、射程活かして、レーザービーム作った方がいい。